自転車に乗って足をついて左右を確認したところに居眠り運転の車が入ってきて5メートルぐらい止まりました。即死だったと。昭和町の押原中学校の生徒や保護者およそ800人の前で講演したのは藤川町の石坂正次さんです。1991年の9月21日当時小学1年生だった石坂さんの娘美穂さんは自宅前の路上で前方不注意の車にはねられその後帰らぬ人となりました。石坂さんは突然大切な家族を失った無念さや妻が事故があった道を通れなくなるなどの当時苦悩した経験を語り生徒たちに日頃から家族や友人に感謝することの大切さを伝えました。聞いててすごい心に少し苦しい感じになりました。ありがとう、さようなら、また明日という言葉を忘れずに頑張っていきたいです。また会場には美穂さんが使っていたランドセルや上履きなどが展示され生徒たちは命の尊さをかみしめていました。